朝倉海 VS 扇久保博正。ただいまよりバンタム級タイトルマッチを行います。青コーナー160センチ、60.20キロ、扇久保博正。赤コーナー172センチ、60.75キロ、朝倉この試合は第1試合 MMA リーグ田倉美穂の3号制で行われます。なおこの試合は両者が合意したため、頭部顔面への肘による攻撃が認められた肘ありルールとなります。またこの試合に勝利した選手にはスカパーチェサット様の懸賞とともに喧嘩道様より勝利者賞、なお KO 勝利した場合にはスカパージェサット様より KO 賞が贈呈されます。レディー、はい。右のボディ、ボディと見せかけて上でもいいし、左
の膝もいいよ、左の膝もいいよ、右膝打フェイントから引く、残り1分30、残り1分30、残り1分30、フェイントの圧力かかってない、フェイントの圧力かかってない、いいねいいね、勝利を収めました朝倉選手には剣華道様より勝利者賞が、そして見事 KO 勝利を収めた朝倉選手にはスカパー JSAT 様より KO 賞が贈られます。それでは続きまして佐々木原 CEO よりバンタム級チャンピオンベルトの贈呈です。やっと今その年にしっかりとバンタム級のベルトが巻かれました。皆様、新しいチャンピオン朝倉海選手に盛大な拍手をお願いします。